日本舞踊の尾上さつきでございます。私は宝塚歌劇団の出身なんですが、宝塚の時は男役としてさつきりせという名前で舞台に立っておりました。私の場合は東演に水風陽子っていう宝塚のトップスターがいて、彼女が現役の時は私は全然知らなくても辞めてたから、でもトップスターだった人だから、そのご縁で、宝塚を見るという習慣がうちの家族にあったので、で私も小さい時からおばあちゃんとかおばさんとかに連れて行かれて宝塚を見てたので、まあ、実家が神戸だからお膝元っていうこともあるし、なのでもう自然ともう全然記憶にない小さい時から宝塚に入って男役になるって自分で言ってたらしいので、それ全然記憶にないです。私はお芝居がすごい好きで、もともとちっちゃい時から時代劇見たりするのがすごい好きで、でなんか時代劇のなんかお姫様だけど悪者が来たらすごい戦ったら強いみたいな人にものすごく憧れてて、なんかああなりたいってなんかすごいちっちゃい時にそう思ってたから、ひいおばあちゃんがいてうちの隣に、もうひいおばあちゃんのお家に行っていつも一緒にこたつに入って時代劇見て、阪神大震災で、でうちが被災して実家が全部焼けて、うちの家族は見たんだけど、隣近所もこう倒れてたから、で重機がないからいろんな近所の人と「あおばあちゃん大丈夫か?」とか言いながら助けようとしてたけど、そのうちにもうあれ早朝だったけどずっと一日それをやってても何にも重機も来なければ何の助けも来なかったので、近所の人の手だけでどうにもならなくて、で埋まってるのが分かってるけどどんどん火が来て、それでしょうがないから近所の人たちともう諦めようって言って、みんなで町内の人たちともうしょうがない、ここは諦めてもう命やってどうだとか逃げようって言って逃げたらしい。で地震がまあ終わって、それでしばらくしてからやっぱり、日本舞踊をやりたいと思ったので、師範を取ることにして勉強して、でそれと同時にもう教室で教えることをやろうと思って、で教え始めた。